ラーゲルより愛を込めて公開記念、二宮和也映画ベスト3、忘れないようにいいねと保存をお勧めします。第3位、ラストレシピ、キリンの舌の記憶。二宮和也さん扮する天才料理人が歴史の闇に消えてしまった幻のレシピを探す過程で思いがけない真実が明らかになっていく様を描きます。一度食べればどんな味でも再現できる絶対味覚、キリンの舌を持ちながら料理への情熱を失ってしまった天才料理人の苦悩を描く様をニノさんが熱演しています。実はこの作品、僕昔映画の宣伝をやっておりまして、テレビでの対談もさせていただきました。で、ニノさんがおっしゃっていたのが、お父さんが服部栄養専門学校の先生だそうで、だからこの料理の才能があるんだなというふうに思いましたね。第2位、検察側の罪人。原田雅人監督がメガホンを取り、ある殺人事件をめぐる2人の検事の対立を描く。木村拓哉さんがエリート検事の最上、二宮和也さんが若手検事の沖野に扮しています。これも当時 JAL の機内用